八重山市民会館にお集まりの皆様、こんにちは。こんにちは。大阪イデンデというチームです。昨年に引き続き今年も、出演をさせていただきます。私たち大阪イデンデはですね、今前にいるのは、夢の衣装なんですが、ちょっと2列しゃがんでください。すると後ろにはいろんな衣装が、いろんなチームの衣装がです。踊り子さんが集まってくださってます。ありがとう。スタンドアップリーズ。はい、大阪イベントというチームは、関西にはいろんなよさこいチームがあるんですけれども、夏高知で開催されるよさこい祭りに出場するために、チームの枠を超えて年齢、経験、性別、いろんなものを超えて、高知に行こう、そういう夢をつないで、結集したチームです。今年も100名に迫る、踊り子さんが一緒に、夢を燃やしていただいて、高知で踊ってまいりました。今日は、今年の演舞曲夢つなぎという曲を、この吉岡祭りラストに、ご披露させていただきます。このステージにいる、夢船のクルーだけでなく、お客様、そしてこの寝屋川市民会館から広がるたくさんの、輪を、夢でつないでいきたいと思っております。心を込めて踊ります。大きなご声援